はい、今回も、脳震盪の団体戦から井山さんの碁を、見ていきたいと思います。はい、今回も素晴らしい内容でしたね。はい、井山さんの白番です。まあこういうあれはね、まあ勝ちに来てる布石でしょうかね、一応。まあこの辺りはまあそうですね、まあ井山さんはね、地に辛いですからね。まあ、ここから戦いに持ってきましたね。この辺りの雰囲気はね、白悪くなさそうな感じですよね。この石がやっぱり目ないですからね。こういう手もちょっとあれですもんね。この石が弱いのにこっちからね、打ってる感じなんでね。ただまあこう打ってるんじゃ、まあちょっと面白みに欠けるというかね。なのでちょっと頑張った手ですよね。このコスミが洒落た手ですよね。何か受けてしまうと、まあこうやって結構すんなりね、黒字になってしまいますし、なんかこういう手ですとね、こっから例えばこういうすぐ生きられてしまうんですよね。なので、のぞきからこうつけて、なんとなく良さそうな手ですね。で、これに対して下がりっていう手はすごいですね。あまり予想しない手ですね。膨らみとか打たれると、仮にね、どうするんでしょうかね。まあ、いろいろありそうですけど。実戦は伸びを打って、この時に抑えようかとね、思ってたみたいですね。ただ、そうすると、こう、出られまして、ここが、当たりが効きますんで、ぴったりした手が、ちょっとね、なくて、コウにどうしてもなっちゃいそうですね。なので、味が結構悪いということで、この図にしましたね。ここまでは想定ですね。で、つなぎでは出もあったみたいですね。このように打つと、このように、これがね、すごく厚くなってしまいますんで、白は出ましたらこれを打ってからでしょうかね。打ってから差し込んで、例えば押さえ、このような進行になるかと思うんですけど、これもやっぱりこの白がね、まだ攻めの対象になりますんでね、こういう図もあったみたいですね。この後も非常に難しいと思うんですけど、実戦はつないでくれたので、こう羽が打ってたのがね、嬉しいですね。この石はまだコウが残ってますんでね。これに対して、これもなんかまた良さそうな手でしょうかね。これに受けてしまうと、これ差し込みから跳ね、これはうまくいきませんか。これぴったり入るんですね。なので、受けると、ぴったり締め付ける手があればいいんですけどね。ここからこちらの線はどうでしょうか。こちらも一緒でしょうかね。でも、イメージとしては、これもうまくいきませんか。ちょうど当たりになっちゃいますかね。やっぱり、継ぐ手がありますね。受けると、どうでしょうかね。何かぴったりする手があればと思ったんですけど、こんなような感じでしょうかね。これだと、これが役立ってるかちょっとわかりませんけどね。そうですね。受けると、何かぴったりする手がね、あるかなと思ってたんですけどね。でも実戦は切りで打たれましたね。切りも黒打ちたいですね。で、つけて。これね、切りたくなるんですけど、切ると当たりが待ってるんですね。抜くとこう取られてしまいますから。切れないっていうのがミソですね。
ここ引くことができて、はい、まあ、結構ね、安心になりましたね。ここからはやっぱり白のペースでしょうね。緩めずにね。 こういう手もすごいですよね。まだ狙ってるんですね。まあ、ここまでしなくてもね、まあ、抑えぐらいでも別に黒こうやるしかないですからね。なんかここ断点切り守っておいたりしても悪くはないかなと思いますが、こういう手はやっぱり最強に打って、黒はここでこう打つのが、まあ、唯一のチャンスだったかもしれませんね。仮にこういうような感じでこの辺りのね、打ち方が勝負とかね、こういう攻めがどうとか。まあ、これは見た目先になるんでね、こういう図は白いけるかもしれませんけど、まあ、黒はこういう進行とかでね、勝負するべきだったかもしれませんね。実戦はこのように押さえが先手で決まって、これはもう勝ちコースですね。ここに守って、この4子がぽっくり取られてしまってはね、形勢は動かないでしょうね。で、ここもね、手があったんですね。それは気づきませんでした。この時に、まあ、白もね、こう別に丁寧に受けててもいいんですけどね、当たりからツケがあったんですね、これ。ここが効いてますからね、ツケて部分的にはこうなって、こうなって、取って取って取って、こうやってこうやって、このコウが残ってるんですね。なのでやっぱりコウの形になれば、よっぽどのことがない限りね、白の勝ちになりそうですね。まあ、今回もすごく素晴らしい内容でね、まとめきったのかなと思います。この辺りも緩めずにね。また明日もね、頑張ってほしいなと思います。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。